い、始まりました。ケースということで、皆さん、今月もやってきました。こちらでございます。タデン！ガチャリドラカード。はい、ということで、今年2回目、2月の分のね、ガチャリドラカード引いていきたいと思います。ということで、キャラ、今回限定キャラ、エビス。そして、機長。まさかね、いや、私ね、めちゃくちゃ機長に好かれとるんですけど、まさか初めてね、僕ね、モンタマも出た、モンタマのガチャあったじゃん、昔。あれでも限定キャラ、確実とか出たことなかった。で、ガチャリドラカードも今まで限定一体も出してない。ただ今回、今月、貴重なんですよ。で、僕ね、異常なぐらい貴重にね、好かれとるんで、まさかここで引くなんてフラグないよな。はい、ということで、ガチャリドラカード今月も引いていきたいと思います。狙いはいつも通り。工場キャラだったらね、まあ、最近どうだろうな。まあ、ある程度やりたいことも終わってはないんだけど、まあ、ある程度、まあ、ランクも完走したし、まあ、刹那も運極になったし、みたいな感じなんで、工場キャラでそこまで、まあ、もうめちゃくちゃこのキャラ欲しいっていうのはないんですけど、まあ、持ってない。ちょっと強めの。天魔ね。天魔も新しいの来ますからね。ということで、まさか天魔で使えるキャラ、当ててさ、それ選ばなかったみたいなパターンないよね、ということで引いていきましょう。まあ、来月で、こちら、エネルギー溜まるんですけども、今月はね、10なんで4になってしまいますが、引いていきたいと。引いていく？めくっていきたいと思います。行きましょう。まあ、10枚。あのさ、明日モンストニュースなんですよ。まさかモンストニュースで、モンパスの、あれないよな。まさかね。はい、ということでね、そんなことはいいとして、まず1枚目。いや、あえてここから引いていこう。角。4つ角を狙っていきましょう。まず、おー、あのね、ここからです。さあ、左上は何が出るんでしょう。おネフティス、結構ね、出る気がするんだよね。じゃあ次、斜め。ここ行きましょう、2枚目。ゴー！ あ、何が出るんでしょうか。お！おう！モーツァルト！いいね、パラ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 パンツ。モーツァルトいいじゃん。モーツァルトね、でもね、僕ね、モーツァルトね、まあ、こっちのモーツァルトも、もうやばいぐらい使ってたんですけど、野幕もそうだし、いろんなクエストで。だからね、僕ね、モッツはね、クリスマスモッツの本が好きなんだよね。まあいいでしょう。じゃあ次、3枚目、ここ行きましょう。さあ、3枚目。何が出るんでしょうか？おー、ムソルグスキー！てってれってってってれみたいなですね。ムソルグスキーといえば、ラウドラの極みですね。どうしたっけ？こっちだっけ？がなんかラウドラの極みで強かったような。あれ、こっちじゃね？いや、こっちか。いや、こっちじゃねえの？なんかラウドラの極みで強かった方いるよね。まあいいや。じゃあ、四つ角、ここ行きましょう。4枚目はこちら！おー、え、今回結構迷良くない？ユグドラッシュ。いいね。いや、ユグドラッシュでもさ、神化がね、トライブパルス持ったんですよ。情報修正。結構前なんだけど。で、このユグ、ま、情報修正もらった時に、乙女心の幕絵のね、乙女心を、刹那ユグ、あとなんだっけ、刹那ユグ前田刑事か。フレンド10枠で、いやー、周回してたの思い出しますね。ユグドラッシュだからね、すげー思い出あるキャラの一体なんですよ。ま、モータルともそうなんだけどね。じゃあ、そうだな、5枚目どこ行っちゃう？ちょっと、ここ行こうか。5枚目行きましょう。リドラカード5枚目。半分です。早い。早すぎる。今月めちゃくちゃ早い。せい！何が出るんでしょう？おほう！おほう！一瞬ね、ムソルグスキー来たと思ったら違ったわ。ベテルギウスだっけ？ドゥ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 リドゥドゥ同じ空。はい、ということで、ベテルギウス。いいね。まあ、使わないけど。ベテルギウスってさ、どこで使うの？あ、雨のさぎりか。あー、なるほどね。17の極。17の極やることもあんまないんだけどな。ムソルグスキーってさ、めちゃくちゃそっくりじゃない？ベテルギウスとムソルグスキー、マジでそっくりすぎる。派手掃除来ないよな。もう、おじさんパレードやめてね。そしたら、どこ行こう。今ね、今僕ね、ちょっとピカーンって、今ピカーンって来たところがね、ネフティスの右下。ここですね。ここね、怪しい。ここ怪しい。言いましょう。ワンチャンそろそろテセウスとかもね、嬉しいんだけどな、来てくれれば。6枚目7枚目 6枚目は？だから前もティターニア来なかったっけ？ティターニアもね、まあブレスモンってね、なかなかなキャラなんですけどもね、砲撃型のブレスのね。ただねー、
使わないでしょ皆さん。いやキャラデザとかは結構いいんだけどね。あでもアプカプス今日石回収でアプカプスやったわ。うん、使わないでしょ。いやどうなんだろう。でもまあいやティターニアってさ、先月とかも先々月とかもなんか先月話してるような記憶があるんですけども、まあいいでしょう。そしたら7枚目引いていきましょう。7枚目どこ行こうかな、どこにしちゃおうかな。ということでじゃあ7枚目ここあまり運命感じないけど、あえて運命感じないところをめくっていくスタイルでいきましょう。7枚目ピロン、おじさん祭り。何おじさん、おじさんばっかり来るんだけど、はい、読めません、読めません。農地開拓の熱血武将、等格みたいな感じかな、わかんないわ。12プラス8か、漢字読めねえんだけど。ヘルヘイム27、まあ使わないわな僕ね。今んところこれ受け取るんだったらワンチャン持つか遊具かどっちかなんだよな。じゃあ8枚目いっちゃう。ということで8枚目、ここ行きましょう。8枚目、何が出る。あここから、ここ怖いわ。あんだけ門前で出てなかったドール。え待って、モンジェネで確かね5000個ぐらい使って1回唯一マジで出なかったのがこのトールで、先々月12月のモンジェネでトールやっと出たんだよね。全然出なかったキャラがここで、あぶね、あん時引けてなくてここでトール引いてたらね、いやここで来るんじゃねえよおめえって絶対言ってたわ。じゃあ9枚目いきましょう。9枚目はここいきましょう。セイ9枚目、何が出る。あ、待って、あ、うわ、迷う迷うわ。あ、なんでかっていうと最近ね、アトスなちょっと使うところ多いな最近のクエストって思ってたんですけど、そう、アゾットとかね石回収できないのよ。なんかね、高難易度クエスト意外とね、アトスめちゃくちゃ優秀なんだよね。うん、アトス優秀なんだけど、アトスってさ、もともと限定キャラじゃなかったっけ、違ったっけな、なんかね結構優遇枠だったような記憶があるんだよね。うん、進化も神化も強えっていう、僕的には結構ね進化のイメージ、やっぱラワンウェイレーザーは言えば強いよこれ。うん、めちゃくちゃ強いっすね。ロックオンだったっけな、ロックオンかアトスはめちゃくちゃ強かったよね昔ね。そしたらラスト10枚、ラストチャンスにかけていく、ここだー、何が出る。これ迷うな、これ迷う。あれユグドラシ持ってたわ、ユグ持ってんのか。てか秘書来なかったね。まあそれ OK で来なくていいんだよ。そしたらね、てか待って、アトス15、あれ、あそっか、アトスやべえわ、そっかアトスもんじゃね、あバカ野郎、やべえわ、やべえ記憶から抹消されてたわ。ってことは持つかオプコ、モツかオピコなんですけど、モツはもう性能はばもうはっきりしてるんで、オペコ、オペコな、重力ダメよね、まあまあ優秀なんだよね。あしかもバフ SS なんだ、 SS タンチャージ持ってて、うーん SS タンチャージ持ちの、あーでもなこれ SS 短縮だったら強かったね、こっちにはできないもんね多分。なんか進化素材が特殊だった記憶があるんで、こっちには多分できないんだよ。いや迷うな、やっぱり昔の救世主というか昔の幕絵とかで超活躍したやっぱモーツァルトかな、ここはね。モーツァルトにします。おかえりモーツァルト、マジで重進化のモーツはクソ使いました、ありがとうございます、おかえりモーツァルト。はい、ということで、モーツァルト今月はモーツァルトに決定ということで、皆様今回モーツァルトになったということで、何弾こうかな、一発シングルかましとくか。ここはねむちゃくちゃにいちちゅうえなめちゅうるちゅうちゅうちゃるぷんぷぷらぷらるすんたんぷんぷんぷん。はい、ということで、今回私、ガチャリドラカードを引いていく。あお前嬉しい、なんでかっていうと唯一持ってね星5キャラ、ありがとうございます。では以上ケイさん。バイバイ。